愛戦士というわけで、今回もダークソウル3続きをやっていきたいと思います。で、装備を若干変えました。この異端の杖に変えておきましたよと。で、それに伴って、筋力を1上げてると。まあとそれと強いソウルの矢も買っときましたけど、これ前回で買ったんやったっけな、動画外でやったんやったっけな、ちょっと覚えてないわ。若干威力は上がってるね、おそらくな。で、今回やることはまずは水銀をゲットする。まあコロノスクロールで水銀をゲットして、でそれで決勝のコロに再度挑戦していくって感じでやっていきましょう。水銀は魔法防御力関係なしやからな、やったはず。で、ついでにここも消しとくか。まあファランの城塞攻略するのまだもっと後やけど、もっとでもないな。まあもうちょい後ではあるけど、まあとりあえず来た時にやっておくに越したことないから。種火でした。スクロールどこにあんのよ。ここのどっかにあんのは覚えてんやけど、あそこに頭もぎもぎおじさんがいてるから、頭もぎもぎおじさんはスルーしたい。魔術でやるのがちょっと厳しい気がするから、木だけな、木だけしてるわ。だからこっち側から遠回りであいつを回避して、で、ちょっと待ってな、毒がうぜえから苔玉なんでねえんだよ。苔玉拾ってなかった。うわー、やばい、切った、これ最悪やな。はい、やべ、頭もぎもぎ。え、毒か、こう気づかれるのかな、ここ。よしよし、オッケー。あいつほんま強いな、あいつが一番苦手かもしれん、モブの中で。いや、さすがにそれは持ったか。いった、やめろやめろ、お前魔術師にやっていいことじゃ、魔術師をいたわれ、もっと。はいはい、二発目くんの上がってたけど、よげれんわ、あんなもん。はい、とりあえず消しておきまーす。で、毒でスリップダメージ受けてるっていうのもまたきつい話よ。どけや、貴様バカ野郎が。いたわりの心はないのか、お前に。そんなもんないか。そんなもんお前に期待した俺が間違えたわ。だがリミ倒せ、俺の勝ちなんだよな。はい、お疲れ。おい、リセットされろや。で、あ、やべ、ここドッスンにされるとこやけど、俺あの弓矢巨人を仲間にしてるからやってくれるはず。頼む頼む、お前だけは頼りや、お前だけは頼りやねん、お前だけは頼りやって。ほら、よっしゃ、来てー。で、ダウンさせてくれんやったっけ。はい、ナイス。神か、神でしたわ。あわわ、やめろや、お疲れ。巨人ちゃん、お前優秀すぎ。お、たたずむ竜院の指輪、何やったっけこれ。たたずむ竜院の指輪は魔法の効果時間伸ばすか。まだその効果系の魔法って俺持ってないから、また後出ていいや。言うたんやけど、あいつもおんな。はいはいはい、やめろ、いたわれいたわれ、魔法使う、いたわれ。くんのめんどくせえし、お前3000ソウルロスしたくなるぞこれ。えいえいえい、なんでこれ全部お前に当たんねん、全部お前に吸われとるんやろ。そんなに当たれたかったか。ほんならもっと早く言うてくれ、もっと早く当てとったのに。これちょっと滑舌が鈍ってきてる。まだおんのかお前は。けどこれでゴローのスクリ、痛い痛い、やべ、あーソウルだけやから、ソウルだけやから、ソウル拾ったらすぐ帰るから、すぐ帰るから、帰らして。よし、帰れ。うい、お疲れです。さあ、ほんならとりあえずスクロールを渡そうか。はい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 。で、これで体験も出たな、ソウルの体験な。ソウルの体験、体験メインで使っていってもいいかもしれないけど、やっぱり買うとしたらやっぱ水銀やろな。白無に変わってるな。だから30か、残り2上げなあかんねんけど、多分1万ソウルぐらいいるから、とりあえずそれをどうやって稼ぐかな。まずそこな。1万ソウルはでかいぞ。どうする、ファランの不死体はまださすがに勝てんしな、いくらなんでもあいつにはまだ勝てんから。どっか別ルートってあったっけな。はあ、どうするかな、どうするかな。これ先にもう木倒しに行くか、
切り倒しに行こう。さあ、ほんなデクのドラデクの貴様、腐ったデクの貴様を倒しに行きますわ。ずっとため取りやってるってな。結局やっぱあのどんどん進めたいっていう欲求が強いから、俺なんかついついため取りやってしまいがちやんな。ほんで編集だけ間に合わんくて動画上げんの遅れるっていうのがよくあるから、そこ申し訳ないっすわ。もうちょっとあのスケジュール決めてやれよっていうな。さあ、ほんなら剣でやるか。こいつは攻撃ダメージで壊れんのかな。ここは結局どうなんですか。おいおい、やめろ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 。ウィーじゃないねん、ウィーじゃないねん。そんなにウィーで遊びたいの。ウィーとかもはや過去の産物やろ。あのもアンティーク、アンティーク。この木何の木、木ですから。うわ、あの実気色悪。これ見て、ここの実、これ気色悪。どうすりゃこんな木が育つんでしょうね。なんでこんな当たんねん。当たらなすぎ。もうちょっと当たり判定あれして、当たり判定優しくして、当たり判定。えっだい、もうこれあれやわ、もう動画界でソウル稼いでくるわ。はい、水銀ゲットしてきたぞ。水銀ちゃうわ、白切りになってるけど、まあ、水銀ってことにしといて。ほら、あ、これどこに当たってもダメージ損ねん。めっちゃいいやん、めっちゃいいですやん、これ。ほら、このダメージよ。最強クラスの、さすが最強クラスの魔法と言われるだけのことはありますよ、これ。これさ、落ちる前に倒せんの今思ったけど。あー、確かに若干フランキーっぽくなったな、今。フランキーっぽくなった、ワンピースの。意図せず。てか、あいつ上から降っていいんだけど、何こいつから生まれてんの。こいつから生まれてる説。動きが遅くてでかいやつには、これがやっぱ最高ですわ、この魔法が。ほら、わ、消毒しといたるわ。オブザ消毒やから。え、こいつもしかして落ちる前に倒せる説出てきちゃったけど、これ大丈夫か。ほなここもう一回かけときます。じゃなかったら間違いない、ボタン間違えていく。落ちる前に倒せんじゃない、これ。ほら、これ落ちる前に倒せるよ。おーい、これ史上初の快挙を成し遂げてしまうかもしれん、落ちる前に倒すという。もうこれ仕掛けて逃げ回るだけやもん。ほら、落ちる前に死ぬぞこいつ。ええのかお前、そんなんで転がってくんなよ。ここ仕掛けるで、あと逃げ回るだけ。いいね、味方も勝手にこいつが片付けてくる。だいたい1100何歩ぐらいで効果が終わったから、1000超えたらかけ直そうか。せやな、1125で効果が終わるんで、ここでかけ直していく。あ、これさ、初めてじゃないの、これ床抜ける前に倒すから。史上初の快挙を成し遂げていこうとこ。危ない危ない、ここで切り抜くなよ。よし、終わったね。ほんならここでかけ直して、あと2回ぐらいじゃん。これ入れて、今のやつ入れて多分2回ぐらいで終わると思うから。でもちょっと仕掛ける場所悪いよ、俺。仕掛ける場所がちょっと悪いですね。終わった、すげえ、ここ抜ける前に終わるんや。結局抜けんのかーい。まあ、ここ抜けへんかったら心かがりともされんもんな。おお、よかった。はあ、強えな、水銀が思った3倍強かったな。はい、というわけで今回はここまでですね。いや、水銀が意外と強い。次回はこれを使ってコロの方、うコロの方やっていきたいと思います。というわけで今回も最後まで見てくださった方、どうもありがとう。 See you next time. バイバイ。次回まだ遊びに来てな。